ねえみんな、旅行中にホテルや旅館などで心のこもったおもてなしを受けたら嬉しいよね。嬉しいですし、そういう旅行はいつまでも心に残りますよね。また行きたいって思いますよね。そうでしょ。だから長崎県では観光を仕事にしている人のスキルアップやその世界を目指す若者の育成に力を入れているの。では今回はそのことについてお伝えしたいと思います。広報二課は県民に分かりやすくかつ有意義な広報番組を提供するため自らレポートし自ら伝えるメンバーを集め特別に編成されたプロフェッショナルの広報集団です。長崎県では県内の高校2年生を対象に8月から毎月1回観光の未来担い塾という講座を開催しています。これは明確なジョブイメージを持って観光関連産業に就職し将来にわたって活躍できる人材の確保育成を図ることを目的とした事業です。それを今の時代に合わせて観光の未来担い塾の講師は県内宿泊施設の経営者や若手従業員が務めています。今回のテーマは宿泊施設における働き方改革への取り組み宿泊業の今でした。そういうことをすると、入った方も喜んで続けていく人が増えてきています。今回の講座を通じてその高校生の方々に伝えたいことはありますか？宿泊業はやはり笑顔が大切だと思いますし自分も楽しみながら仕事するそういう方に最適なところだというふうに思ってますしお客様からありがとうと言ってもらう素晴らしさをですね感じていただきたいというふうに思ってます。長崎県にはいろんな観光地がありますのでこれからの就職の一つの選択肢になれるように願っております。あまり身近に接したことがなくてどういうものなのか知りたくてこの講座を取りました。とても楽しそうだなと思いました。漠然とした夢しかなかったので明確な目標を見つけたいなと思って参加させていただきました。宿泊業で人と関わる仕事がしたいと思うようになりました。さらに私は長崎コンシェルジュの方も訪ねてみました。長崎コンシェルジュとは県内の宿泊施設においてお客様に快適で満足いただけるサービスを提供するとともに長崎県ならではの価値や魅力を伝えることができる県が認定したプロフェッショナルな人材のことです。さまざまな知識やゲストに合わせた提案力などの技能に応じゴールド、シルバー、ブロンズの3つの等級で認定を行っています。普段どのようなことを心がけて接客されてますか？相談してよかったなと思っていただけるようなプラスアルファのご提案ができるようにいつも引き出しを増やすための情報収集に心がけています。例えばパンフレットに載ってあるような一般的な情報だけではなくて実際に見て感じたことや困ってらっしゃる方から聞いたお話などをもとにお客様がより一層楽しめるような情報というのをプラスお伝えしなければいけないなというふうに思います。宿泊施設を使われるお客様の中にはお誕生日や結婚記念日、プロポーズといった特別なお時間を過ごすためにご利用になる方も多いんですね。そういった方たちのお手伝いをできるときですとかまたお帰りになるときのとても素敵な笑顔を見るときにはやりがいを感じます。未来担い塾、とても面白い取り組みですね。ここから長崎県の観光の未来を担う人材がたくさん出てくるといいですね。そして長崎コンシェルジュの方のプロ意識にも感銘を受けました。県内各地で活躍する皆さんの今後にも期待したいですね。では今回の内容をもう一度確認という方は長崎県のインターネット放送局よかテレでチェック。